夏が過ぎ風あざみ。皆さんよろしかったら高評価よろしくお願いします。お願いします。本当に僕のモチベーションにつながります。お願いします。ディーチー、こっちに入っていいんですか。いや、ポンプを持てばなんとかなるだろう。でもなんて言うんだろうな、なんかポンプショットガンしかない時ってなんか焦んないですか。なんかタクティカル持ってた方がなんか強気じゃないですか。そんな感じするんですけど、うん。おいいね。いらないな。こうしとこう、こうしときましょう。それで農場に入る。いないね。お、あった。オーケー。あ、来た、誰か。ジジイ、残念だった。ジジイ、私だ。いい感じ。この宝箱鳴ってないけど、あんのかな。あるね。オッケー、資材ね。オーマイグッネス、 AR ちょっと遅いかな。 AM ちょっと悪し。皆さん YouTube どなたの YouTube 見ますか。あの YouTuber ですね、実写の、うん、僕結構いろんなジャンル見るんですけど、なんか最近ですね、その YouTube じゃなくて電車乗ってたんですよ。そしたらね、その、電車の、モニターに、なんかね、ラファエルさん出てて、え、こういう活動もしてんだと思って、なんか本出されたかなんかで。すごいですよね。お祭り騒ぎ、銀河の海の家ですからね。オーベイベーノーベイベー、アイアンジェン、今日もない嘆くようなフリーフリー。井上陽水さんのチャンネルあるっすか。井上陽水です。夏が過ぎ風あざみ、だだだ憧れさまよ。気持ち悪いですか。大空に明かされた私の心は夏のよ。夢がする夜の中、長い冬が井上陽水です。なんとなくでしょ。もうこう一番簡単なんでね、これね、うん、何言ってるか分かんない感じに歌えば。あー、長い入ってないのかな、もしかしてだけど、だよこれ。長い入ってないかもしんないですね、うん、長い入って、やっぱり入ってないですね、こっちね。敵が来なかったのかな。うんうん、何もない。ポーションお願い。うわー、ポーションない。今後ボクシング軍団も作っていくんで、ボクシング軍団全員参加型なんで、もう入りたければ入ってくださいみたいな、うん、誰でも OK みたいな。ボクシングファミリーも作っていこうか。ボクシングファミリーはもう本当に例えば週1回とかね、週2回とかやる曜日を決めてないですけど、ね、やりたいなと思ったら一緒にやるっていうのがボクシングファミリーです。はい。ボクシング軍団 VS 青ニット、うん、負けちゃうかもしれない。数芋ばっかでしょ。だってこういうとこ行ってる時いるからね、ここ覗いてるからね。青ニットはもう、青ニットはこういうプレイヤーだから、こう。ダーンですよ、ここ通ったら。もう即死。ジーチーでもない。うん。青ニット50人ってやばいな。結構しんどいですね。
面白そう。あ、クッキーマン VS 青ニット50人どう？どっちが勝つ、うん、プレデター VS エイリアンみたいなどっちが勝つと思います？どうですか、青ニットとクッキーマン50体、この僕が使ってるキャラクター50体、どっちが勝ちますかね。いやーいやー、カドイモノやられそう、うん、ビューンとか言って、いやーきついな。青ニット強いイメージある、うん確かに、青ニット外役なんで危ないんで、うん、これはまあただ個人の意見なんでね、うん、この山のね向こう、あいた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 、うわスカーは効いてない、うわやってんね、ジジイ、スカー落ちたわ、最悪、あぶね、やばい、ジェットで飛んできる、うわっ、使い方うまいな、私の勝ちだ、ジジイ、オッケーオッケー、いやー素晴らしいね今のね、うん閉じ込めてやりましたよ、もうあそこの高さまで来ちゃった、飛んでったらもう死んじゃうしかないですね、ジジイかわいそうだな、どこ行った、ん死体がないよ、あったあった、回収回収、オッケー、SMG も、俺持っとこうか。石を受け継ごう。石を。この飛ぶ石をね、うん、受け継ごうではないか。ふふふ。じじ。あ、待って待って待って。そしたら、あ、どこだっけ？あっちか。ちょっと取り行こう。あれ取りって使いまくれんじゃん、うん、あと1分、後ろいないね、使いまくるっていう、いいねいいねいいね、これは使い切れるから向こうにあるやつは使わないで取っとこう、うん、OK、 あいたか後ろ、Oh my goodness。 飛んでるのいいですよね、これでやれたらでかいですけどね、パコーンとか言ってかなり難しいですけど、まあ使うボタンが R2 なんで、 L2 か L2 なんで、まああのエイム自体は全然罰を押さないんで、できるんで、まああとはセンスですねこれ、怖い、でもこれね止まってないとできないですよね、あれ飛べ、一回飛んだらできるな。一回バス押さなきゃダメですね、これ。いないですね。あ、宝箱ある。あーう最高。アンチがこっちの方が高いんで、強いのかなって思っちゃったんで、あんま気にしなくていいです。結構適当なんで。さあ、負けるポイント。残念だったな。Oh my goodness, GG! 初見さんどう思う？初見さん賭けは好きかい？私は大好きなんだよ。さあ、残り2人。初見さん賭けをしましょう。私と。私がこの試合でもし勝つことができたら、皆さんチャンネル登録よろしく。チャンネル登録してる人は皆さん、高評価よろしくお願いします。そして、私がもし負けちゃったときは、ボクシングホニャララ。アンチコメントよろしくお願いします、すべて読みましょう、読める範囲で読みましょう、何でもいいです、ボクシング〇〇、これは全部全部もう読みます、本当にもう実況者がこんなこと言っていいんですか、
っていうぐらい読んじゃうから、もう期待してください。はい、結構最近ね、家計、うわワク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 さんですね。危ない、ワクワク、うわ飛んできた。え、何、声声、やばい、感動しそう。あれ、あの人スキン変わってね。あっぶねやる人、オーマイグッネス GG! 初見さん、皆さんチャンネル登録、チャンネル登録してる人は高評価よろしくお願いします。 GG! 会いちゃいます。あぶねー、やられると思ったぜ。2連ビクトリー、オーマイグッネス GG、私の勝ちだ。